同じトップ下としてどう見ますか、トップ下、鎌田,田さんは僕はトップ下と思っていない、えー、そうなあのプレースタイルは、あのー…トップ下よりもうちょっと後ろの人のプレースタイルかなっていう感じはするよね、それはななんんででしょうかあんま、そのフォワードとの連携みたいなことを重要視している感じがしなくて、なんかトップ下にとって、なんかラストパスへの意識とかめっちゃ高いんですよね。 でよくも悪くもミスもするんですけど、でもそこから絶対何か生まれ、生まれさすみたいなで、あんま砂漠意識とかよりも、やっぱりゴールに直結する動きとかが、あのコンビネーションを意識してるんで、その辺がなんか、フォワードとの絡みよりも、それ以外との絡みを重要視してるなっていう意識が、うん、強い気がしますね。